みなさん、こんにちは。DF Donoso Santiago ですけど、ヤゴ先生と呼んでください。このビデオは、情報科学 B の科目のガイダンスと紹介ビデオです。今日は、科目の目標、科目の内容と少しだけ科目の前提条件についても話したいです。この科目は誰をした方がいいと、この科目をする前何のことも分かった方がいいについて話します。あとでもちろん大切なので成績の持ち方と毎週の働き方についても話します。それから、それ続きましょう。それから、この科目の紹介を始めましょう。まず、このプレゼンの構造について話しましょう。まず、私は自分で、と後で、科目を少し紹介します。このビデオでこれをしましょう。はじめに私は DF のサンティアゴです。ここにみんなヤゴ先生と呼ばれます。とスペインから来ました。スペインの小さな湖がある町、バニョロスという町から来ます。と2015年でまず仙台と後で山形へ働きに来ました。私はデータサイエンスの専門家です。とデータサイエンスでは、いつもデータサイエンス のプロジェクトではいつも別の部分があります。この科目ではプログラミングを勉強します。同時にプログラミングと数学と時計と何かの具体的の経験、具体的の研究分野の経験があれば、データサイエンスプロジェクトをできます。ここにみんなデータサイエンスの専門家になりたいですと、ここにこのプログラミングのスキルについて話します。山形大学のデータサイエンスコースでは、まずプログラミングという科目があると、あとで別の科目がありませんが、私は教える科目は情報数学 C というのが、その科目ではデータ構造とアルゴリズムを見ました。とこの道では今の科目情報科学 B はプログラミングの3番目の科目です。ここに高度なプログラミング技術と具体的にオブジェクト向けプログラミングと、あとでコンピュータービジョンとディープラーニングの紹介もしたいです。それから私の頭の中ではまずプログラミングがあると、あとで情報数学 C があると、もちろん他のプログラミングと関係がある科目もあります。でもこれは私の考え方です。前と言った通りに、ここにオブジェクトのプログラミング、定型的プログラミングも、経験的プログラミング、エクスペリメンタルアルゴリズムも見ますと、あとで、ここに見ることは、コンピュータビジョンとディープラーニングで使われるので、コンピュータビジョンとディープラーニングの例と、この2つのことの紹介もします。私の考え方と私のプロファイルを紹介した後、ここにもう少しデータのこの科目で使うのデータタイプについて話したいです。今山形大学で別のデータサイエンスプロジェクトがあると、私は知っているプロジェクト、一つのプロジェクトはシリカこのプロジェクトです。私たちは別のデータ収集サイトを使うんですけど、
一つのサイトは鶴岡の近くにあります。山形大学がある研究のための森林ですと、私たちはあっちに行ってドローンを使用して別の森の写真を撮ります。写真、ドローンのここにあるカメラを下に挿して森の上に飛ばせ、別の写真をたくさん撮ります、収集します。この全部の写真を収集された後、ソフトを使ってこのみたいの大きなモザイクを作ります。全部の写真を合わせてこのみたいの画像を作ります。この画像の強い点の興味があることは、もちろん広いエリアをイメージ化すると高い解像度があります。ここにズームが知ったら高い解像度がある画像が見える。それだけではなくって、この全部を撮った写真を合わせるとき、もちろんこの緑と赤と青の情報がある、Red, Green and Blue の情報があると、他の画像も作れる。例えば、各のピクセルの高さの情報を作ることができる。そのために、フォトグラメティという技術を使います。それをすると、後で別の画像処理ができると。この科目ではその画像処理について別の例を見ます。例えばここにもう一つのモザイクがあると、この冬のモザイクでは別のことが見えると、例えば常緑樹と落葉樹の木が見えると、まず山形大学の森林科学者のグループの人たちのと一緒に働いて、彼たちはこのモザイクの上に興味があるのことを手でマークアノテイトをしますと、後でこの情報を使ってモザイクで見えることを全部アノテイトする、注釈すると、後で別のパッチ、別の小さな画像を切ることができると、後でこの小さな画像と核の画像にあるのことの情報を合わせて、この2体のセマンティックセグメンテーションという画像が作れると、このセマンティックセグメンテーションの画像を使ってディープラーニングネットワークをトレーニングを作ることができる。少しだけ説明しているんですけど、この科目の中でもっと少しゆっくりそれを見ます。つまりディープラーニングネットワークをトレーニングのために Python を使います。とここにも、例えばここに Python の関数の例があります。とこれはみんなも見たことがあります。ここにもっと少し複雑なことをできるのために、コードライブラリを使うと、有名なコードライブラリ、例えば OpenCV のコンピュータービジョンのコードライブラリを使うと、 Scikit-learn の科学計算のライブラリも使うと、このライブラリを使えるのために、まずオブジェクト向けプログラミングのアイデアを勉強します。